はい、先生お願いします。はい、お願いします。7月の27、はい、ジェーニスのウェブナー、はい、で一応これやる予定ね。最先端シリーズで、うん、でまず今やってるところね、凍結型に対する治療で、今日この辺まで行ったのかな。はい、結構まだあるんだよ、いろいろなかなか終わんないんだけど、まあこの辺まとめて お話しするのと、はい、あと顔面神経がね、耳下腺の中を通ってんだよ、ね、はいはい、だから耳下腺のまあ表層とかちょっとなんかやりたりするんだけど、これは結構いいんだよね、耳下腺リリース、うん、で顔面神経麻痺の他にいろいろ使えると、はい、うん、っていうお話と、あと座骨神経痛用の症状ね、はい、このまあいわゆる座骨神経痛なんだけど、うん、まあ神経痛とは限らないんだけどね、はい、それがこの間下行虚筋とかさ、はい、あとこうツボね、ケイモン、うん、とか、あとハムストリングの筋部のところ、はい、これがね結構いいんだよね、うんうん、これパッシブなんだけど、はい、まあこの辺の話をして、はい、まあ多分1時間ちょっとで終わるんではないかと、はい、うん、これじゃあウェビナーで、ウェビナーでね、はい、やります。で、今日のお話は、凍結型の、はい、今やってるでしょ、はい、パッシブリリース、ここね、大胸筋の裏のところ、はい、うん、これ大体硬いからみんなパツンとしてます、パツンと、うん、でそこ二頭筋短頭と後腕筋の間のリリースと、はい、これやりますね。でこれやってきたでしょ、はい、今までね、今までの、はい、プラス、まあここなんだけどさ、はい、ここよく出るとこでしょ、うんうんうん、安心、よくさ広背筋をまな板にっていうさ、はい、フレーズがでしょ、うん、その部分ね、うんうん、でこっからね、今度ちょっとこう縦にするんだけど、はい、来週病室のやり方出しますけどね、はい、そうするとこういうふうにちょっとさっきの絵から外側にするんだけどさ、はい、二頭筋の短頭がここにあるんだけど、はい、大胸筋の間がこう、これ大体硬くなってるから、うんうんうん、これ大体硬いからね、はい、でそこをリリースと、でなるべくねこのラインでこう入れたいわけだ、はい、こうこれ沿ってね、沿わせて、うん、沿って、で、これもパッシブで。はい。で、ぐーっと上がってくるから。うんうん。肩を後ろに。こんな感じかな？あれですね。こんな感じで、こう当てるから。はい。うん。それで、病室の出し方やりますね。はい。で、これも同じとこね。だからなるべくこれを縦にしといて、縦っていうのはこうやるんだけどね。で、ここにこう、なるべくこれに沿ってぐーっと入れると。こう引っ張りながらね。だそうです、ね。うん。もう触るとこう、パツンパツンだから、はい、うんうん。こう入れると。だから、こう、まあ、交差法に近いんだけどさ。はい。もう刺入線、刺入点とこう角度をこう揃えてやると。うんうんうん。いうことね。はい。で、今やったらここ。うん。こういうとこ。はい。まあ、こっちもいいんだけど、ね。うんうん、大胸筋があってここ硬いからね、はい、うん、でちょっと解剖の復習なんだけどさ、はい、大胸筋がここ乗ってるでしょ、はい、こういうふうに、でその下に、うん、あこれクロちゃん書いてあるね、そうですね、だいぶ初期の初期のねね、はい、でこれ大胸筋を剥がすと二頭筋があるでしょ、はい、で今度その下にさ、うんうん、広背筋と楕円筋がこう、はい、だこの辺複雑なんだよ、そうですよね、ああ、うん、いろいろ集まってるでしょ、はい、まあ、そういうところが癒着が起きやすいと、でここに、広背筋と楕円筋が付着してると、楕円筋の方が深部なんですよね、
遠近の表から見る方、と、これ裏から見てる絵だっけ？これ表です。ちょっと待って。大遠近の方がさ、後ろじゃなかったっけ？これねじれてついてんだよね。大遠近が後ろ側ですよね。そう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 。ね。深層側。深層。ね。そういうことだね。で、ここもあるんだよ、本当は。そうですよね。で、ちょうどさ、この辺で、こう、血管もあるわけさ。だから、血管周囲のリリースっていうことにもなるわけ。まあ、血管と神経と両方来てんだけど。でね、これでしょ。で、三頭筋が大体硬くなるから。もう、カプセルとかやってさ、最後大体三頭筋残るから。で、このラディアルグルーブンとかやったでしょ？あれは橈骨神経じゃない。ここも効くんだよ。尺骨神経の。このストラザースのアアケケド、ド。ここもね、こうパッシブでやりながらさ。だから要するにこれ、三頭筋がここにあるからね。三頭筋周囲のファシアリリースって言い方もできるんだけど、ここ。ここもね、まあ、次回この辺も出すけど、そういうことでなかなかね、凍結肩、いっぱいあるんだよね。で、みんなパッシブでやるとすごい効くから、そういうことですかね。で、次回病室、ありがとうございまこれもす。みんなやるから、ちゅうことです。ありがはとうごい、ざいあまざした。す。